こんにちは、ダベチャンネルです。今日はホッケの蒔絵を作るという作業動画を作りました。まずはこの餌。これホッケ用とかミシン用とかそういうものを使っています。そしてこちらがなんとカッパエビ線を粉にしたものです。そこにカツオの出汁、顆粒状のものとグルタミン酸ナトリウムを配合していきます。おお、すげえ。最後に網ブロックを投入します。シャーベット状の網ブロックは前日から購入し、あらかじめ解凍しておきます。解凍してない網ブロックを使うと当然ながら混ざりません。ちょっとずつ水を足して全体をまんべんなく混ぜていきます。あ、でも全然まだ混ぜれる範囲じゃないですか。足しますか。混ぜながら水を足してお好みの柔らかさに仕上げていきます。そうか、日が昇る前に50つって帰るっていうのも、いや、それ目指したいのはそこっすよね。このように蒔絵を作りながらこの日の釣果に期待を膨らませる瞬間もまた楽しいものです。隣でワームで探っていたら何かが釣れたようです。オッケー、おお、赤ボッケ、赤ボッケ、全然いるじゃんね。蒔絵いらずみたいな感じだね。この親父、ほんと飛んでる。ひどいね。いや、今のはね、本当にひどいね。これだけ今一生懸命混ぜてる人間目の前にして薪いらずだねっつって。いいんじゃない。大変失礼な発言をしてしまいました。薪絵はホッケの群れをとどめるためのもの、いろんな工夫で楽しんでみたいものですね。残念ながらこの日は海流に巡り合わず、釣れたのはワームでのゲッコミでした。試行錯誤でどのような結果を引き当てるのか、そういった楽しみもあります。おしまい。